帰り忘れないうちに撮影しておきます。山越えのコースですね、あちらの方、二郎の方へ行く道なんですが、あちらが JR 道場駅です。太陽と緑の道、平田排水場、二郎って書かれている、こちらの道の方から、山越えができるんで、ショートカット、大回りして歩いてるんですよね。向こうの方からこうぐるーっと。だから、まあ、こちらの、山越えで、まあ、距離的には近くなる。ただし、山登りになるんで、まあまあ、体力的には、まあまあ、それなりにはしんどい。帰りの時とか。まあ、ペットボトルの中の水が、まあ、だいぶ減ってきたりはしてるんで、その分、背中の荷物は軽くなってるんですけども。まあ、忘れないうちに記録しておきます。登ってきましたけど、こういう道です。で、あちらの看板に、水道局、云々の看板があって、まあ、車両の、関係者の車両以外は通行禁止ということで、徒歩だったら大丈夫なんで、まあ、この道を歩いていけば、まあ、なんとか、西の山北、北部ぐらいに出てくるのかな。まあ、そういう風な形で、道がついてますんで、一応なんか、一応階段登って行けるように、多分かまど発電、昔の話、二十歳ぐらいの頃に、僕がフルーツラパークで言ってた時に設置されたのか、昔から設置されたのか、わからないですけども。でももう、何もかもがほったらかしになってるんじゃないですか。途中で、まあ、切ってる木とかが、転がっていたりしてましたけども。まあ、あと、こういう風なところ。もともと民家があったんでしょうね。それ、多分井戸だと思いますよ。そこはちょっとよく、ちょっと待ってくださいね。ここは多分違うと思う。門がついてるから。多分こっちは道で合ってたと思うんですけどね。これ、道間違いでいきなり遭難することになりますからね。坂見たらわかるでしょ。かなりきついって。もう、歩いて、千狩貯水池と川下川ダム撮影しに行ってきたところで自宅から。もう今15時、16時前ぐらい。もうこれもうかなりきついですよ、本当に。ちょっと、黙ってやめます。撮影しておきますけども、立派な、杉の木ありますね。あと他にも電柱に使えそうな木。ちょっとロープが張ってあるんで。違うかもしれないですね。先の門があった方が正解かもしれないですね。ちょっととりあえず上行ってみますね。先まで。行かないことには分からないから。これで組み上げてるのかもしれないですね。で、そこ、道らしい道がないんで、先の門のところかもしれないですね。まあ、昔一回通ったことあるから、絶対間違いないんですよ。あの山越えできたことは。ちょっと最悪なパターンの方を登ってしまったと、しんどい、もうだいぶ前から息切れ起こしますから、あは言ってます。帰り帰ってくるとき上りだから、JR 道場駅まで十分、何回も登って下ってまた上りながら帰ってきてますから、十分しんどいってくると、ここの道だと思うんですね。ちょっと登ってみます。とりあえず、薪はいっぱいあります。足元に。ものすごい落ちています。で、さっき登って、また下ってきた、間違えた道のところ、あちら左側にゲージがあったんですよ。まあ、イノシシの捕獲なのか、何なのかわかんないですけども。ちょっと待ってくださいね。あー、こっちも、さっきの道で正解だったかもしれない。どうしよう。こういう風な道をそういえば歩いたような気もするし、ああ、こっちにもなんか道あるわ。ああ、どうだったかな。とりあえず行ってみようかな。どうしよう。じゃあ先の道の方が正解だったのかな。どうしよう。河川の道に辿って帰ろうかなとか今。なんか、横道いろいろありますけど。ちょっとね、横こんな石垣まで混んでるっていうことは、
多分一般人用に舗装された道のはずですから、一回舗装されて、だから落ち葉とか積もってきて、こういうふうに地面がそうなってる可能性もあるから、道どこだったかな、ちょっと待ってくださいね山の中でもう遭難してるのかもしれない。さっきの草、さっきの道とつながってるのかな、この道が。難しい。これは難易度が高すぎる。こっちじゃない。で、まあ、私有地という看板もどこに書かれてないんでね。こうだったかな。もうこの辺が一体何なのかもよくわからないですね。とりあえず、下に隠れ始めてますけど、一応ちゃんと一階、道路を作ってある。アスファルトじゃないにしても。こんなところに、こんなに大きな木が。無理だ。この道じゃない。無理。もう全部引っ返します。無理。もう多分さっきの坂登ったところの道が塞がったのかもしれないですね。二郎っていう矢印が元々の看板は出ていたから、もうちょっと引き返して、坂は急だとね止まれなくなって、ちょっともう河川のところまで引き返して川沿い歩いて帰ります。もうこういう風になりますから、服草いっぱい生えてるところ行かない方がいい、本当に。以上です。こちら道があるんで、とりあえずこの道歩いてみますね。 JR 道場駅、先ほど間違った道が向こう。まああんまり変わらなかったような気がしますが、まあ一応こちら、左側、枯れてる竹の山、これ奥の方まで、結構奥の方まであるんで、ものすごい数あります。まあこの辺りだったら三田学園の周囲範囲になると思いますよ。本当に別に歩いてこれますから、1時間ぐらいあったら。こちらの道はこういう道ですね。行き止まりじゃないこと、祈るばかりと言いましょうか。本当に。まあ、どこかで、まあ、ショートカットできれば、早く家に帰れるはずなので、それが、行き止まりでなければの話になるんですけど、本当にね、もう、まあ、左側が耕作放棄地でしょうね、この辺り。まあ、こちらはね、畑、稼働してたみたいですけども。まあ、あちらの集合住宅は人気ないですね、右手の方が。ため池ですね。倒木とかが、入り込んできてます。で、こちらが畑なので、多分、畑用の、貯水池なんだと思います。あの辺りの倒木も、回収してあげたらいいんじゃないかなと思います。さすがにその位置からだったらね、水、水道線引いてなかったとしても簡単に引けるでしょうから、まあ、耕作放棄地っていうのがもったいないですね。先ほど、あちらの方から、歩いてきたんですけども、こちら一本物の良い木ですね、それと竹やぶにやっぱりいずれ負けちゃうんでね、枯れてる竹でも鎌田発電の日もこちらも竹やぶ本当にいっぱいあります。まあ、あちらの方が三田学園だけど。